誰が登場式って言ったの担当は。山本くんは俺のとこについてたんだ実を言うと。最後宮本さんも俺と一緒にいたから、まあでも段取り全体はやってるんだけど、本番の直接の急出しだったり、はい、そあそこの仕切りは誰がですか。まあ吉川はカメラマンなんでやる。吉川くんやってたわけ。吉川くんそういうとこあるからね意外とこう段取りなんかやったの。ただ今回は やってなかったです。やってない、はい、どういうこと今回やってない。まずほらこういう感じが出てこういう感じが出るやった時は今回はないですよ。違うのね。直接の件。山本君は？僕も今回は違います。あれか。田村今日今回新しく来たの。いや田村はちょっとまあいろんなところのアシスタントみたいな感じで手伝いで。あ本当？仕切るって感じ。じゃあもう浜田君なの？いや浜田君だったの？浜田君じゃないよ。だって浜田君はそこあれバタバタやって。え？俺でも浜田君会ってないの全然。俺です。浜田君。イベント仕切ってたの俺です。イベント仕切ってた。そんな大役じゃないでしょ。あの全体のあのプロレスから何から全部仕切ってるの浜田君なの俺。まあ各所連絡したのは今回浜田で、で段取りもまあ一応東京でこういう風にしていこうと。確かにね、俺が出る寸前にね、こんなのあったんだ。こうやってたのは浜田君だ。そう浜田君がじゃあちゃんとやんないとダメだったんだよ。なんだ音出ちゃったのあれ。音出ちゃってグルグルさんがもうリングに上がったんですもん。なんでだよ、なんでよ、なんで上がっちゃうのグルグルさんは。その音でらグルグルさん出ちゃうよ。でグルグルさんの入場曲あったんですけど、うん、それで登場って話だったんですよ、うん、で違う日村さんの入場曲なのにグルグルさんが出ちゃってグルグルさんが悪いみたいになってるけど違うじゃないよ。しかもさそこの日村さんの登場曲が早いよ。俺と宮本さんまだ板ついてないんだから。まずはそうでしょ。あのほらあの9出したの。その音の9はその9は出しました。ほらミスってんだよ。だから本当にミスってんだよ。ああよくないよ。だってほら第一試合があったじゃないですか、はい、ね、その第一試合が終わったらもう俺が登場する曲が流れちゃったってことでしょ。だから、はい、そしたらグルグルさんが出ちゃったっていうもうどんどん訳分かんないですよ。そうそう今後それはちゃんと気をつけて、ちょっとねちょっと、うん、そうだね。でもすげえ、まあまあでもよかった。まあ結果ね、こんなことは言ったところであれなんだけど、あ、ありがとうございます。読みビールですよね。あーどうも。ちょっと、はい、回しましょうね。やっぱおじさんおじさん。すいません。すいません。何やってんの。すいません。ちょっと口つけんだよ。乾杯。おじさん違うのよ。いつものやれや。はい。まあでも、あの本当なんかいろいろあったけどもね。すごくこう盛り上がったし、はい、なんか最後プロレスでこう汗かいたからなんか終わった感がすごいっつうか、ね、ああ分かる分かる、ね、なんか今回の沖縄いろいろちょっと短い時間だったけどすごい楽しかったし、これも配信されると思うんですけど、ね、それじゃあ乾杯。いつものやらねえのかよ。挨拶の仲間いいか。あー美味しい。あー美味しい。オリオンビール。でも見ててリングサイドで見るなんていうのもなかなかない機会だけど、近くで見たら本当迫力あったし、本当にプロレスだった。ちゃんと本当に上手だよね。いや上手っすか。日村さんもその中にちゃんと入ってたよ。だから体がさでかいからさ意外とそうなんだよ。意外とね、俺も最後思ったらパッて並んだらグルングルンさんとか俺より全員背が低い。体がすごい低いだけどタッパが意外とないんだよね。皆さんだからジュニアだよね。そうそう全然ジュニア。日村さんもヘビーだ。ヘビーの中のガリガリだから。そう俺はね、うん、あ来た。トーフィー。こじきのだし巻き卵のあんかけと純米豆腐です。もずく、これがもずくのだし巻き卵。はい、すごい。しまらっきょう。あー出た。ありがとうございます。うわー、しまらっきょういただきます。本当にしまらっきょうに目がねえな。うめっ。うめっ。あまた違うね、お店ごとに。おいしい。おいしいですか。うん、あーおいしいね。でも優しいね、ここ島らっきょうっていう感じするね。でもちゃんと島らっきょう来るよね。これ取れたんすよ、タトゥー。いや、でも大変だった。タトゥー取れた。本当だ。ずっとこうやって結局もうこうやってさ、落ちないから爪でポリポリやって絶対取れねえって言ったらほくろだったんだけど。それぐらいこれ手くれだったの。あもう分かんなくて分かんなかった。確かに俺ちょっと落とさないで行ってみようかなと思ったけど、うん、でも確かに帰りの飛行機とか嫌だなと思って。ちょっと違って見えたら、この辺まであったから。なんでやるのかなと思って。はい、失礼します。うわ、来た。
まずお肉をちょっとお持ちしました。うわ、きれい。脂焼いたんですね。 100% でございます。バナナデイビーバナナデイビー天使のうまそうですね。うまいよ。うまいよ、まず。いや、肉のね、豚の本来のこの味っていうのがすごいですね。こんなにいろんな味が味わえるの楽しいね。バナナ TV ビビってます。